こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2021年の1月15日、17分ほど過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在の、チャンネル登録者数は888人ですね。いつもありがとうございます。数字がね、揃いましたので、ちょっと簡単なご報告ということと、たくさんの方に登録していただいているので、本当にね、ありがとうございます。励みになってますので、引き続きよろしくお願いいたします。では現在の枝コインの値段ですけども、31.48円ですね、はい。昨日からちょっと下がってて、33円あたりまでねつけて今うろうろしているという感じですよね。ちょっとこれを、縮めてみますとこんな感じですね。はい、だからちょっとまあどうですかね、まあ、この辺で三角作っていずれ上がっていくんでしょうねという感じですよね。はい、まあのんびり見たいと思います。ではツイッターの方に行きたいと思います。はい、今日はクエントカルダナアンバサダーさん、はい、サチュレーションアラートということで、飽和しているところが、ね、あるかもしれませんよということですよね。はい、で、リメイニングインオーバーサチュレーティッドプールウィルコストユーリワーズ、まあ、リワードコストユーリワーズ、なんていうんですかね、はい、まあ、リワードを減らしてしまいますよということだと思いますけど、この、プールが、どこだ、ケニア、エチオピア、ウガンダって書いてあるので、まあ、アフリカの方なんですかね、これね。はい、これちょっと小さくて字が見えないかもしれませんけど、77ミリオンとかね、下の方は65ミリオンということで、確か64ミリオンでしたかね、上限が。まあ、上限といっても入るんですけど、ただ入っちゃうと報酬が下がるということで、64を超えてますよということです。で、そのプールがこちらに出してくれていて、ADLT3、EMAGONO3、HL、ADLT4、IPCT8、ADLT8、ETO3、CAPEX、MS5、GOAT2、EMAGONO1 ということなので、ちょっとあの日本人っぽいプールはそんななさそうですけど、まあ入れてる方がいたらね、ぜひ、外すか、まあ今回の報酬を見てね、一度判断してみるのがいいかなと思いますね。あ、まあ、これじゃなくてもね、判断した方がいいと思います。あの自分が委任した時は良くても、その後ね、あのどんどん委任してる人が増えてると、オーバーに行ってしまうかもしれないので、なりそうだなっていうところもあるかもしれませんのでね、はい、ぜひチェックしてみるのをお勧めします。はい、クリプト組長ちゃんですけど、組長エイダ10万円分買いましということで、100円になれ、さてどこに委任しようかなということで、そうですね、どこがいいんでしょうかね。はい、オペレーターやってる方はね、ちょっとアプローチしてみるといいかもしれませんね。はい、あとエリック・ウリエさんという方なんですけど、皆さんご存知ですかね、私知らないんですけど、この方が、ADA カルダの will be my largest non bitcoin cryptocurrency と holding this evening ということで、ADA がね、ビットコイン以外で一番多く持っている、クリプトということでね、この方のそのがどんな方次第でこのツイートの意味が、意味合いがね変わってくるんだけど、でも this evening って言ってるから、そんなしょっちゅう変わるのかな、ちょっとわかりませんけどね、ちょっとこの方のファンの人がいたらね、非常にいい情報かなと思いますね。はい、ピーター・ニー・ロッポさんっていうんですかね、We just hit over 3000 new ADA wallets for the day ということで、また3000のね、新しいウォレットができたよということですかね。カルノイズ・キリング・イッタ・ゲン。これなんて訳していいのかわかりませんけども、ちょっと見ていきたいと思います。はい、デリゲーション・モニターとなってますね。はい、前、どうですかね、2週間ぐらい前ですかね、1回これを見て、年が明けた時かな、ウォレットがね、どんどん増えてますねって言った覚えがありますが、一番左が、ちょっと小さいですけどね、デリゲートウォレットということで、委任しているウォレットの数がガーッと増えてますよと。で、今ここが9万です。で、ここが13万5千ですね。今そんぐらいまで来てますということですね。ウォレットがどんどん増えてますと。で、ADA ステークドゥということで、ステーキングされている ADA の量もガーッと増えてますということですね。はい、でこれは、ビリオンズオブエイダということで、これは20ビリオン、はい、でこっちが 21.9 ビリオンですね、でそれが 68% ということですね。でこっちがアベレッジエイダパーデリゲーテッドウォレット、1ウォレットあたりのエイダですよね、はい、でそれがどんどん下がってるんですね。まあこれは単純におそらく
ウォレットが増えてるのでね、新しい作られたウォレットっていうのは、もう今この値段で買ってウォレットを作るわけですから、小さい量のね、ウォレットが増えてくるので、まあ、アベレージ、その中に入ってるね、ADA の量のアベレージとしては下がっていくという理解でいいんじゃないかなと思いますね。で、ADA ウォレット、あれこれ同じだな。ADA ウォレットが、ディセンバーの10日からずっと来てて、委任されてるウォレットだ。こっちが委任されてるウォレットじゃないウォレットも増えてるということですね。こっちは、13万でしたけど、こっちは25万なんで、まあ倍ぐらいですかね。はい。ウォレットの数は倍ぐらい。で、委任されてるのはその半分ということですね。じゃあ、ニューADAウォレットパーデイということなので、ニューウォレットですから、作られてるウォレットがね、さっき3000ですね。一番新しいデータで3022になってます。多い日は5000。はい。で、12月の真ん中辺は1000とかね、そんぐらいで、増えてると。でも毎日1000増えてて、で今3000とか4000とか5000増えてるということですからね、世界中でどんどん増えてるということですよね。はい、で、トータルADAウォレットステーキングということで、トータルADAをステーキングしてるウォレットの数かということですね。まあ、新しいウォレットの数がどんどん増えてるので、そのパーセンテージですから、まあ、まだしてないのがね、増えて、してるのは減ってるとですよね。そういう感じになってるということですね。まあ、だんだんこう新しく入ってきた人もだんだんステーキングをしていくということになるので、またこれがね、だん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 増えてくるんじゃないかなと思いますね。はい。はい、コインテレグラフ日本版ですけど、ビットコインのバブルは遅かれ早かれ、破裂すると、ロシアの仮想通貨批判派の政治家が主張ということで、まあ、いずれね、まあ、ボラティリティ大きいですから、ガーッとムーンって言って上がっていったら落ちてくるのはまあ当たり前だし、ちょっとここで言ってる、まあ、ちょっと言葉尻を取るようですけど、まあ、破壊するから、まあ、バブルなんで、遅かれ早かれ破壊するって、そんな誰が悠々穴に関係なく当たり前ですけどねって僕はちょっと突っ込みたくなるんですね。はい。で、ちょっと本題からそれますけど、似たような話で、このコロナの関係で、自粛を要請しますっていうのもおかしいと思いませんか、ね、要請されたらもう自粛じゃないって僕いつも突っ込んじゃうんだけど、違うかなと思って。あと、再生可能エネルギーっていうのもなんかおかしいなと思っていて、エネルギーってこう、使っちゃうとね、もう質が悪くなって、まあ、エントロピーの法則ってやつだけど、もう使い物にならないっていうね、要は再生できないっていうのがエネルギーの、まあ、法則なんだけど、再生可能エネルギーっていうのなんかおかしいなと思ってるんですけど、分かるよっていう方はね、リツイート、あ、じゃあ、なんだっけ、コメントをね、いただけるとちょっと心が落ち着くのでお願いします。まあ、いずれにしても、これって、自己責任でね、まあ、投資しなさいよっていう理解でいいかなと思います。はい、次にコインポストですけど、ビットコイン VS アルトコインということで、仮想通貨の選び方、現当社新しい経済×コインポストということで、このような動画が出てます。さーっと見たんですけどね、なんていうのかな、まあ、ここにあるように仮想通貨の選び方をこの方、まあ、その業界のプロの方たちがね、談話してるということで勉強になるのでね、まあ、聞いたことあるなというか、まあ、分かってるよという内容だと思いますけど、ちょっと、初心に帰るというか、そういうのにちょうどいいかなと思いますね。で、この新しい経済っていうのが出てきたので、なんか最近本を紹介することが多くなったんですけど、この本、ブロックチェーンが開く新しい経済っていうのを、ちょうど、まあ、私もこれ読んだので、まあ、読みやすかったのでね、ぜひ、ちょっと勉強しようかなっていう方は、いいかなと思いますね。ビットコインのことを、イーサリアムのこと、ブロックチェーン全体のことが、書いてあって、まあ、勉強になったと思いますので、よかったら読んでみてください。では値段に戻ります。はい、31.68 ですね。14,012.9×31.31点だったっけな。はい、31.68 でした。31.68 で元本が10万円ですね。ですので、34万3929円のプラスということになります。はい、そうすると 343.9% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。